一滴のガソリン、一本のマッチ、一個の電池にはエネルギーが蓄えられています。しかしそれを使い果たした後、リサイクルできるのは電池のみです。なぜなら、科学的に見れば、切れた電池は新しい電池とさほど変わらないからです。今日私たちが使っている電池のほとんどは、一部の金属は電子を放出して、他の金属はそれを受け入れるという事象を利用したものです。例えば、一般的なアルカリ炭酸電池では、亜鉛金属が水酸化物イオンと反応して酸化亜鉛に変化し、負極で電子を放出します。電子は電球などの中を移動して、正極で電池に戻り、二酸化マンガンによって受け入れられます。電池によって使用する金属の組み合わせは異なり、グラファイトなどの非金属を使用する場合もありますが、基本的な考え方は、一対の化学反応を利用して電子の流れを生成することです。ほぼ全ての電池は、使い捨て電池であっても、理論的には充電可能です。なぜなら、金属やその他の化学物質がまだそこに残っているからです。これは液体炭化水素分子がガスに変換されるガソリンなどとは大きく異なります。排気ガスをガソリンに戻すことはできませんが、例えば酸化亜鉛を亜鉛に戻すことは可能です。では、それらの違いは何なのでしょうか。簡単に言えば、使い捨て電池を充電しようとすると、これらの反応が逆方向に起こるだけではありません。また、無用な汚染物質を生成する副反応も多数発生し、電池の容量が低下します。さらに電池の内部構造が損傷する可能性もあり、接触不良や故障につながります。充電式電池はこれらの問題を回避するように設計されています。リチウムイオン電池を例にしましょう。どちらの側も多数のドックのような原子レベルの構造を持っています。電池が何かに電力を供給しているとき、リチウムの船は電子を放出して回路に電力を供給し、そして電池の反対側へ航行し、整然と組織的にドッキングしてエネルギーが低下した電子と出会います。電池の充電時には逆のことが起こります。何百回、時には何千回という充電サイクルを繰り返すうちに、リチウムイオン電池の船の一部は軌道を外れて副反応を起こし、電池の内部抵抗を増加させる物質を生成します。その結果、効率とパワーが失われ、必然的に電池が切れます。電池が切れても、それが充電可能かどうかに関係なく、リサイクルすることで、切れた電池を復活させることができます。ほとんどの電池のリサイクルの中心は精錬と呼ばれるプロセスで、基本的には金属部品を溶かすだけです。これにより不純物が除去され、金属は元の整然とした状態に戻ります。残念ながら多くの国では、家庭用電池を通常のリサイクルゴミと一緒に捨てることはできず、電池回収場所やリサイクルセンターに持ち込む必要があります。より複雑な充電式電池についても同様です。回収場所に持っていくか、購入した会社に返送しなければなりません。面倒ではありますが、時間と労力をかける価値は絶対にあります。電池のリサイクルは重要だからです。リサイクルにより潜在的に有毒な電池金属が環境に流れ出るのを防ぐだけでなく、希少かつ重要な資源を節約できます。地球には約2万2000トンのリチウムがあり、これは EV 約25億台に相当します。十分多いように聞こえますが、これは2050年までに排出量実質ゼロを達成するために必要だと専門家が推測する EV の台数より 25%多いに過ぎません。ノートパソコンや携帯電話など他にリチウムイオン電池を使用するものは一切考慮されていません。しかし現在ほとんどのリチウムイオン電池はリサイクルを考慮して製造されていません。その設計は複雑で非標準的であり、部品はほぼ破壊できない接着剤で固定されています。そのため現在ではリチウムイオン電池の 5% 未満しかリサイクルされていません。使用済み電池の責任者とその処理方法を明確に規定する規制はリサイクルを劇的に促進することができます。例えば、鉛蓄電池は、一般的に厳しい規制の対象で、リチウムイオン電池よりもはるかに高い割合でリサイクルされています。今後100年間で膨大な数の EV 電池をリサイクルする必要があるため、科学者たちは電池のリサイクルプロセスをより安価かつエコにしようと取り組んでいます。精錬には多くのエネルギーが必要であり、電池の種類によっては有害な副産物を放出する可能性があります。規制、工業プロセス、そして私たち自身の選択に加えて、電池技術も進化し続けるでしょう。物理的な力や周囲の音、さらに尿まで電気に変換する概念実証用電池が開発中です。とはいえ、尿を電気に変換する技術の実用化には、まだ長い道のりがあるため、リサイクルをして気長に待ちましょう。
我々は世界を救うツールと知識は持っています。しかし次の段階は何でしょう。 edo.ted.com/earthschool に行ってロードマップを開き、違いを見せるために取るべき行動を固めよう。